幕張にやってくる。僕はドクターさんさん。誰か助けが必要な人がいないかパトロールだ。みんな困ってれば、今日は公園に遊びに来たよ。私は砂場。近づいたり触ったりしちゃダメだよ。はい。
怪我はごめんだね。よし、じゃあ気をつけてもう一遊びしますか。うん、そうだね。クモリンはいっぱい蜂に刺されちゃったから一応病院でも見てもらおうね。はーい。みんなも公園で遊ぶときはマナーを守って安全に遊ぼう。守れる子はグッドボタン、サンサンを探せ、サンサンと遊ぼっく、重犯が決定。みんな遊んでみてね。電車の中で匂いの強い食べ物は食べちゃダメ。みんなコマンタレボー、今日は学校のみんなと一緒に遠足だい。ワクワク。目的地のコマンタレブー駅まで電車で移動しましょう。楽しみ。橋の席は捕まえて檻の中に入れちゃうよ。そして君、電車の中では大きな声を出したらダメ。他のお客様の迷惑になります。僕捕まっちゃうの。ま、1回目は厳重注意で許してあげるけど2回目はダメ。みんなもくれぐれも気をつけるように。おいおい、急になんだ。みんな、そういうことだから目的地まで気をつけるんだよ。え、クモリンが最初に注意されてたじゃん。楽しくなってついに。まだ着かないかな。なんだかお腹が空いちまったぜ。ちょいと腹ごしらえでもするか。あー、ノイズずるい。ちゃんとついてからじゃないと。おやつならいいだろう。あと腹減ってたら遠足はできないってな。それもそうだよね。BB まで。僕もって思ったけど電車乗る前に食べちゃってた。それは早すぎ。それじゃあおやつのバナナいただきます。うん、二人ともゾロい。もこもこ、こらこらこら。俺様たちはただバナナを食べてただけだろ。ダメダメ、電車の中で匂いの強い食べ物は食べちゃダメ。そうなの。電車の中で匂いがこもってお客様が困ってしまいます。君たちも厳重注意。へいへい、気をつけます。頼みますよ。まだまだつかないかな。まだもうちょっと先ね。つくも汗かいてるけど大丈夫？電車の中だから暖房がよく効いてるみたいね。確かこの中にハンカチが。そうだ、ここ空いてるし席で荷物広げちゃおうよ。そうね。荷物のどこかにハンカチが。これでもないわ。これも違う。これもこれも違うわ。お嬢さん、ハンカチをどうぞ。ありがとうございます。車掌さん。ということで、はい、ダメ。どうしたの。座席に荷物を広げたらダメ。他のお客様が座れなくなくなります。はい、二人とも厳重注意。はい、気をつけるわ。このままちゃんと目的地に無事着けるかしら。次注意されたら捕まっちゃうんだよね。遠足みんなで行けなくなっちゃう。だいたいお前らがしっかりしてねえからいけねえんだ。それはノイズだって。ノイズだって注意されたでしょ。そうよ、みんなばっかり悪いみたいに言って。あ、みんな大声は。へっ、やってられねえぜ。俺様は一人で遠足に行く。あ、ちょっと待ちなさい。みんなで行くんでしょ。うるせえや。ノイズ、逃げないの。待って、みんな静かにしないと。また、もうお前らとはやってられねえぜ。
でしょ。行く。それだけじゃありません。なに、電車の中では走り回るのはダメ。お客様の迷惑になります。ということは君たちは2回目のマナー違反なので、この檻の中で反省してもらいます。あー、みんな出してちょうだい。遠足行きたい。じっちゃー、どうしよう、僕一人になっちゃった。このまま僕も捕まって遠足に行けなくなっちゃう。もう僕は捕まらないぞ。みんなもグッドボタンで応援して。そうだ、ちゃんと今まで注意されたことを思い出そう。大声は出さない、走らない、席で物を広げない。コマンタレブー駅、コマンタレブー駅です。コマンタレブー駅、いつの間にか着いた。えらい、君は最後まで乗れましたね。僕はただ静かに乗ってただけ。そう、電車の中ではちゃんと静かにマナーを守って乗るのが大切なんだ。私たちも知らない間にマナーをいっぱい破っていたのね。僕たちも、うわぁ、やりすぎたかもな。本当にごめんなさい。ちゃんと反省してくれたようだね。え、解放してくれるの？ありがとう。これでみんな遠足に行ける。これから乗る時もマナーをしっかり守るんだよ。もちろんです。ちょっとお腹空いたから、バナナ休憩しようっと。で、食べちゃってるんだった。ゆいよ、僕はサンサン警部補。今日はデパートの中でパトロール。しっかり仕事して平和を守るんだ。今日はデパートに買い物しに来たよ。とっても広くてワクワク。ここも異常なし。お兄さん、こっちだ。待ちなさい。うわぁ、まったく、デパートの中で鬼ごっこなんて注意しないと。こら、走り回るのはやめなさい。ねね、警察の人、もしかして逮捕されちゃう。逮捕なんてしないから、おとなしく捕まるの嫌。逃げよう。話聞いて。僕たちがゲームに、みんなはクリアできる。ビンゴ、早く逃げなきゃ。あそこにエレベーターがある。クモに待ってよ。あ、いたいた。ちょっと、どこ行くの。早くエレベーターで上がって逃げよう。ポチッとな。早く早く。着いたわね。どいたどいた。な、何、僕急いでるの。もう、降りる人を待たないとダメじゃない。あー、もう、まったく。ブリナも早く、閉まっちゃうよ。ちょっと待ってよ。こらこら、無理に乗ったら危ない。うん、ヒヤヒヤする。二人にちゃんと注意しなきゃ。どこに逃げれば。ひとまず屋上に。わかった。全部押してるし。だって押したくなっちゃうんだもん。こうなったら、そうだ、エスカレーターで追いかけよう。まったく、あの子たちは。お、開いた。わあ、やっぱりいた。早く閉めて。うわあ、待ちなさい。また上がっていくか。待ちなさい。帰ろうと思ったけど、また買い物しちゃったわ。あとはエレベーターでゆっくり帰って。早く閉めなきゃ。あ、ちょっと、もう、なんなのよ。早くどうにかしないと。次が屋上だ。着いたらここから出て逃げよう。来た。うわ、人いっぱい。
左と右、追いつかれてる。そうだ、今度は一気に1階まで降りよう。みんなはエスカレーターで降りてよね。あー、また逃した。エレベーターを独り占めして、まったくもう。今度は一気に降りてるからもう追いつかれない。やったー、これで怒られない。やったやったん？なんかすごい音がしたような。ついたんじゃない？あれ？開かないな。もしかして止まっちゃった？そんなわけ。ギュイ！もう逃げられちゃったかな。ここで慌てて逃げる子たちを見ませんでした？ああ、あの子たちね。でもここではもう見てないわ。あれ、おかしいな。もう降りてるかと。はい、こちらサンサン。なに？くらいよ。怖いよ。あ、クモリンが乗るときにボタンに遊ぶからいけないんだよ。プリルなんてドアに滑り込んだりしてたじゃん。さっきジャンプしてたでしょ。それはそっちだって。もうダメだ。うわ、お化けだ。二人とも大丈夫かい？よかった。ほら、おいで。エレベーターが止まってると聞いてレスキュー隊と一緒に助けに来たのさ。二人とも無事でよかった。ありがとう。でも二人とも、もうあんなエレベーターの使い方はしちゃダメだよ。ごめんなさい。みんなにも守れるかな。エレベーターのお約束、乗るときは降りる人を確認してから乗ろう。ドアが閉まろうとしているときに乗らない。ボタンで遊ばない。エレベーターの中で激しく動かない。それと小さなお友達は大人の人と一緒に乗ろう。みんなのエレベーターだから、ちゃんと約束を守って使おうね。はい、守れる子はグッドボタン。それとデパートの中で走るのもダメ。でもドキドキしすぎてお腹空いちゃった。そうだ、ここのクレープ屋さんでバナナクレープでも食べますか。僕が総理大臣になって校則を変えればいいのさ。総理大臣？みんなコマンカリブー。そうだ、とプリルだよ。で、早く行かないと授業始まっちゃうわ。急がなきゃ。授業を始めるわよ。クモリンたちはまだかしら。よ、ごめんなさい。やあやあ、お待たせしました。みんなも待ってたよね。僕は天才小学生クモリン。今日僕が主人公でね。チャキーン。クモリン遅刻よ。はい、まったく優雅に登校させていただきたいものさ。みんな給食の時間よ。うん、今日は揚げパンだ。ないの？わー、わーなんなんがなーい、なーい、なーい。バナナ？先生、給食にバナナを出してください。給食は作る人がみんなの健康を考えて献立を作ってるのよ。バナナだって一本に栄養が詰まってるんだ。もうこの学校のルールには我慢の限界です。そうだ、ひらめいた。ジャキーン。僕が総理大臣になって校則を変えればいいのさ。総理大臣？今日から僕が総理大臣になりました。そこにこの学校の校則をガラッと変えます。なんですって？ひとつ、学校は遅刻しても OK。 いいの？優雅にゆっくり学校へ行きましょう。急いだら危ないですから。
丈夫かしら。1時間目は算数の授業ね。ちょっと廊下は走らないって。走るどころか滑ってる。クマリン総理大臣が廊下は床がスベスベしてるからって言ってスケート場に改装したんだ。なんですって。これは危なすぎるわ。シューって楽しいよ。先生もやればいいじゃん。運動にもなるからオッケー。キャキーン。そうだ。もうどうなってるの。ってこれは一体なんで教室に布団が。いい質問ですね。寝る子はよく育つと言います。だから机の代わりを布団にすれば授業中に眠くなってもすぐ布団で寝れるんです。キャキーン。ちゃんと授業を受けてください。睡眠が足りなかったら勉強もできませんよ。むにゃむにゃ。心配だわ。もう満タイ。大丈夫です。なんか校則が変わってから学校楽しくなったよね。遅刻もしていいし、スケートも居眠りもできるし、バナナも食べれるし、最高です。今日もいい天気。今日も優雅にゆっくり行くとしよう。ちょっと優雅に行き過ぎたかな。少し急ごう。教室までシューッと行くよ。止まって。気をつけて滑ってほしいものだ。だって滑りすぎちゃうんだもん。あれ、ミミ君はまだまだ遅刻できてないわ。ソーダおじさんとサンさんはずっと寝ちゃってるし。まあそういう日もあるでしょう。僕もさすがにずっとバナナは飽きちゃうよ。確かに僕もたまには違うものも食べてみたいな。ちょっと掛け合ってみます。すみません、給食をバナナから違うものに。ふむふむ。なに、もう一生分のバナナを用意してるから変えられない。じゃあ給食は一生バナナ。クマリン総理大臣大変よ。今度は何。廊下のスケート場で転んで BB はお休みみたい。そして他にも給食のバナナが嫌で学校に行きたがらないって生徒の親御さんから苦情の電話がいっぱい来てるわ。なんですって。あー、まただわ。もしもし。だ大変だ。はい、もしもし、もしもし。あー、どうすれば。みんな助けて。サンサン、ボリル、ソーダおじさん。そうだ。みんななんで寝ちゃうのさ。なんで教室に布団が。寝る子はよく育つと言います。だから机の代わりを布団にすれば授業中に眠くなってもすぐ布団で寝れるんです。僕が全部変えちゃったんだ。クマリン総理大臣、苦情の電話がずっと止まりません。もうダメだ。あー、何怖い。助けて。クマリン、クマリン、起きないわね。そうだわ、見ているみんなで起こしてあげましょう。手伝ってくれる子はグッドボタン。せーの、クモリン。わあ、あ、みんながいる。そしてみんな起きてる。そりゃそうでしょ。どうしたのさ。そうだ、今日の給食は。今日の献立は焼きそばと野菜スープだって。よかった、僕は夢を見ていたんですね。クモリン、授業中に居眠りなんてダメよ。はい、もう眠りしないし、遅刻もしないし、廊下でスケートもしません。スケート、何の話かしら。総理大臣はまだ僕には荷が重すぎました。総理大臣、素敵な総理大臣になるならまずは寝ないことね。ちゃんと学校で真面目に勉強します。キャキーン。
これは大事件よ。先生、どうしたの？ゴミ箱にお菓子の包み紙が。お菓子の包み紙だって。一体誰が。俺様は知らねえぞ。私も。そうだ、犯人はこの中にいる。誰？事件とバナナの匂いを嗅ぎつける。僕の名は天才小学生くもりん。今日の主役はこの僕です。天才小学生くもりん。この事件実にたのしい。くもりん、この中に犯人がいるって本当？何か証拠でもあんのかよ。いい質問ですね。僕の推理からすると、お菓子の包み紙が3つ、きっとすごく美味しかったんでしょう。間違いない。なんだそりゃ。僕の導き出した答えは、犯人はお腹いっぱいってことです。キキーン。ズバー。真面目に推理してよ。そこでです。学校の人にご協力してもらい、給食を持ってきました。この給食が犯人を見つけてくれます。本当に見つかるの？給食をよーく見てください。そしてよーく匂いも嗅いで。あ、お腹鳴っちゃった。僕も。おや、お腹が鳴りませんね。ごめんなさい。プレル、あなただったのね。給食が待てなくてつい食べちゃって、そしたら美味しすぎて。正直に言ってくれてよかったわ。でももう学校にお菓子は持ってきちゃダメよ。はい。なんかくだらねえぜ。本当に給食で犯人が見つかるなんて。これにて事件解決。何事ですか？廊下からってノイズ？ノイズ大丈夫？誰かに何かされたの？これはまたまた大事件だ。こんな立て続けに起こるなんて、僕を休ませてはくれないらしい。そうね。一体誰がこんなひどいことを。足跡が1つ、あのトイレの近くまで。ここから推理できることは、犯人は1人ということです。チキーン。それは僕でもわかるよ。これよく見たら、ここ足跡が変な形してる。おっと、僕としたことが。これは大きな手がかりです。この足跡から犯人の動きを真似してみようと思います。それで何かわかるのね。教室を出てまず歩いている。この足跡、ここで犯人は走っている。ほんと？そしてあの足跡のところで、わー、上に浮いた。大丈夫？なんか大きなタンコブできてるけど。でもこれで犯人がわかりました。この事件の犯人はノイズ、君だね。その通りだ。自分だったか。トイレに行こうとして出て行ったが、早くトイレに行きたくてつい走っちまった。そしてこの事件が起きたのさ。それ事件なのかな。とにかく大丈夫そうでよかったわ。でも今度は廊下は走らないように気をつけてちょうだい。はい。さあみんな、これから算数の授業だから、そろそろ戻りましょう。よし、今度こそこれにて事件解決。待って待って待って。
じさんがいないの。あれ、確かにいつの間にかいなくなってる。教室にもいないみたいだわ。もしかしてこの間に誰かに連れ去られて。まさか相談おじさん失踪事件。うわー、失踪。いや、誘拐か。めまいが。スカポ先生、しっかり。いきなり消えるなんて。何か手がかりは。ふむふむむふむむむむ。なるほど、何かわかったんだね。何もわからなかった。チャキーン。チャキーンじゃないし、お腹が空いて推理ができないんです。この算数の授業が終わったらもうみんなで給食よ。そんな、お腹ペコペコでおかしくなりそうだ。このロッカーからいい匂いがする。食べれるかな。あわあわ、いやー、目を覚ましてくまりん。うん、確かにいい匂いが。もしかして、キャー、ソーダおじさんだ。しかも給食食べてるし。さっきの給食いつの間に持って行ったんだ。そうだ、どうしてこんなこと。そうだ、うんうん、算数の授業が嫌でロッカーに隠れてた。ごめんなさいですって。ダメじゃない、授業を受けるのはとっても大事なことなのよ。そうだ、事件は僕のおかげで解決したみたいだね。そうなのかな。事件とバナナの匂いを嗅ぎつける。僕の名は天才小学生クモリン。これにて一件落着。学校にバナナも持ってきてはいけません。いけない、そうでした。そうだ、そんなバナナ。クモリン、今日のお絵かき。書いてくれてありがとう。